よっしゃ、大変だ。ん？部屋に蚊がいる気がする。蚊なら大丈夫でしょう。早い。スバルバーサス蚊。早い早い。あ、そういえばさ、蚊といえばさ、ミオシャにさ、うん、あのスプレーかけてもらった時にさ、プール行く時に。なんかプールに行くときに、まあ、日焼けしちゃいけないなと思って。そう。そう、絶対に日焼けしたらね、やっぱね、あの、スバちゃんもさ、水着焼けとかついちゃった。ちょっとあれかなと思ってさ、日焼け止めをさ、買ったのよ、スプレー型の。ね。そう。それをね、あのね、スバちゃんにね、スプレーのやつだけどかけていいって言ったら、いいよーって言って。そう、かけてかけてって言って。そう。かけてかけて。背中ピュって向けて。そう。ミオシャ待ってたんだよね。そう。で、スバちゃんの、まずでも腕にかけたよ、確か。そう、腕にかけてもらった。腕に、そう、シャーってかけたら、うわーって言っていなくなっちゃって。あはははははは。いやいやいや、つって。スプレータイプのものがね、好きじゃないんだよ。苦手なんだよ、ちょっと。うん。でも、その後腕にかけられて、うわーっていなくなったと、また戻ってきて、背中にもお願いしますって。背中にもお願いしますで、背中にシャーってうわーって言ってまたいなくなるっていうことをね繰り返してたね。だってさ、なんかあれ苦手なんだよ。苦手な人多いと思う。絶対なんかいきなり冷たいの来るとびっくりするじゃん。まあびっくりするけどさ、なんか勝手にやられてるんならまあまだしも、自分でやってくれって言ってなんで我慢できないのよ。だってびっくりしちゃうんだもん。しかもわーってだってなんでいなくなるんだよ。ちゃんとかけられないじゃん。いやいや、一回あれされると走り回らないと落ち着かないから、ね、一回走り回って調子を整えてからもう一回お願いしますっていうか。いやー、あれはねー、そうそうそう、ちょっと謎行動でしたねー。